唇の下に指を当てるとおしゃべりすることが最近わかりました。びっくりした。大丈夫、まあ大丈夫じゃないね、全然大丈夫じゃないね。おいしょ、まあ、びっくりしっくり、うん、また吐き出しちゃったね。君と私は風邪をひいてしまいました。今日一応ね、お花の吸引にね、病院に行ってきたんだよね。またお泣きしちゃったね。幾分マシだね、お花、うん、前にお熱あったもんね。風邪ひいちゃったね。はい。アキトですって。アキトです。アキトです。喋りしないの？ちょっと私もダウンしててすみません、あんまり元気ないんですけどさっき1時間ほど昼寝をして分戻りましたが、ちょっと頭痛がまた始まってしまって、朝は喉と鼻のみだったんですけどね、少し体調不良でございます。あの追加のお譲りする品はまたちょっと明日以降のアップになると思うんですけど、目安としては明日の、ね、お昼とかにアップできたらなと思ってます。ちょっと声が出なくなってしまったりしたら困るので、早めに撮影だけはしとこうと思うんですけど、ちょっと体調によってという感じですね。すいません。すでにあの追加でね、あの買い取りますって言ってくださってる方で、もう入金終わってる方などいるんですけど、ちょっとまだ発送できてなくてすみません。あと次新しくお譲り品アップするもののキープをねお願いしますとおっしゃってる方々も、動画がアップされましたら、あの改めて、希望するかどうか、まあ、金額次第っていうところもあると思うので、あの金額を提示しますので、それで大丈夫な場合はこれを欲しいですというのを改めて私に伝えていただきたいと思います。はい、キティちゃんのお人形とあとバッグなども出しますね。少しね出したいと思うのでよろしくお願いします。はい、では以上で、あきとくんと私の風邪気味報告動画&お譲り品の報告、これからのお話でした。